ラルフ・ジョンソン・バンチはアメリカ合衆国の政治学者、外交官である。1949年の第一次中東戦争での朝廷の功績が認められ、1950年にノーベル平和賞を受賞した。これは黒人として初めてのノーベル賞受賞だった。また、国連の設立とその運営に携わり、国連が実施した数々の平和維持活動で、 大きな役割を果たした。1963年にアメリカ大統領ジョン・カイ・ケネディから大統領自由勲章を授与された。パンチは国連憲章を起草した1944年のダンバートン・ウォークス会議と1945年のサンフランシスコ会議の両方でアメリカ代表団の一員だった。1946年に開催された国連総会の 第一回会合にもアメリカ代表団として参加した。その後、新宅統支部の部長として国連に入り、長きにわたり問題解決の役割を続けた。1948年には中東の朝廷官代理となり、エジプトとイスラエルの間で急戦交渉を行った。この成功により、1950年のノーベル平和賞を受賞した。その後も国連で活動し、 市内危機、コンゴ危機、イエメン危機、キプロス危機、バーレーン危機の解決に取り組み、国連事務総長に報告した。また、中東の水資源に関する研究グループの議長も、務めた。1957年には、特別政治問題担当事務次長に昇格し、平和維持活動の主要な責任者となった。1965年には、インドパキスタン戦争の停戦を監督した。 1971年に国連を退官した。バンチは1904年にミシガン州デトロイトで生まれた。父フレッドは利用士、母オリーブ、アグネス・ジョンソンはアマチュア音楽家だった。母方の祖父トーマス・ネルソン・ジョンソンの母エレノア・アマデンはアイルランド系農場主の父とアフリカ系奴隷の母と魔の子供だった。トーマス・ネルソン・ジョンソンは1875年に イリノイ州オールトンのシュートレフ大学を卒業し、そこで教師として働いた。1875年9月、彼は教え子の一人であるルーシー・テイラーと結婚した。ケース学者のポール・ハイネックは、ラルフ・バンチの父のフレッド・バンチは、サウスカロライナ州からの分家の子孫だと考えているが、それは完全には証明されていないと述べている。ハイネックによれば、 デトロイトの1900年と1910年の人口調査にはサウスカロライナ州で生まれたバンチ家の一員が何人か乗っているがフレッドバンチはその中には含まれていないハイネックはバンチの祖先はアメリカ独立以前にバージニア州で夕食自由人としてバンチ家を創設したものであると考えている18世紀末までにはサウスカロライナ州にも バンチ生の人物がいた。バンチという生は非常に稀なものだった。有色自由人であるバンチ家の設立から数世代の男性はイギリス出身の白人女性の入植者と結婚したため、その子供たちもまた自由人だった。サウスロサンゼルスにあるラルフ J バンチハウス。バンチが幼少時に祖母と一緒に住んでいた。ラルフが子供の時に一家はオハイオ州トレドに転居した。 1909年に妹のグレースが生まれた後、母方のおばのエセル・ジョンソンの助けを借りて、デトロイトに戻ってきた。父はオハイオ州に残ったが、ダルフらがニューメキシコ州に転居した際には、父もその後を追った。母とおじの健康状態の悪化のため、ダルフは母方の祖母のルーシー・テイラー・ジョンソンと共に1915年にニューメキシコ州アルバカーキに引っ越した。 母は1917年に亡くなり、おじはその3ヶ月後に自殺した。1918年、ルーシー・テイラー・ジョンソンは二人の孫と共に、当時白人が多かったロサンゼルスのサウス・ロサンゼルスに引っ越した。フレッド・バンチは後に再婚し、それ以降、ラルフは二度と父に会うことはなかった。バンチは優秀な学生で討論家であり、 ジェファーソン高校の卒業時には卒業生総代を務めた。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学し、1927年に優秀な成績で卒業し、卒業生総代となり、優秀な学生のみが入会できる、ファイ・ベータカッパの会員になった。地域社会から集められた学費と奨学金を使って、ハーバード大学大学院に進学し、政治学の PhD を取得した。 大学には、スポーツ奨学金を得て入学していたため、野球や、サッカーチームでプレーを行っていた。ハーバード大学在学中、バンチは生活費を稼ぐために、近くの書店でアルバイトをしていた。書店の店主は、バンチの働きぶりに満足していた。ある日、店主がバンチを呼び出して、君が黒人だと人々が私に言ってくる。私は気にしないが、君はどうだと尋ねた。 バンチは、あなたはどう思いましたかと聞き返すと、店主は、私は君を、ちゃんと見ていなかったようだと答えた。バンチは、1928年に、政治学の修士号を取得し、1934年に、博士号を取得したが、その間に、名門国人大学である、ハワード大学の政治学科で教鞭を取っていた。当時、博士号取得者は、 学位論文の提出前から教職に就くのが一般的だった。バンチはアメリカの大学で政治学の博士号を取得した初のアフリカ系アメリカ人だった。バンチは1936年に最初の著書ワールドビュー・オブ・レースを出版した。1936年から1938年までバンチはノースウェスタン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス ケープタウン大学で人類学を学び、博士研究員として研究を行った。1940年、バンチはスウェーデンの社会学者、グンナー・ミュルダールによるアメリカの人種問題の画期的な研究に協力した。1941年から43年にかけて、バンチは戦時中の情報機関である戦略サービス局で、 植民地問題に関する上級社会分析官として勤務した。1943年に OSS から国務省に移動し、アルジャーヒスの下で従属地域問題課の副課長に任命された。バンチはヒスと共に太平洋問題調査会のリーダーの一人となった。バンチによる OSS 時代の51ページにわたる記録が2008年に アメリカ国立公文書記録管理局により公開され、オンラインで入手可能である。第二次世界大戦終結間際の1944年、バンチはワシントン DC で開催されたダンバートンウォークス会議に参加し国連設立に関わった。また、1945年のサンフランシスコ会議ではアメリカ代表団の顧問だった。1948年、バンチは ファーストレディのエレノア・アルーズベルトと共に世界人権宣言の策定と採択に尽力した。バンチはアフリカ系アメリカ人の国連での地位向上を促した。バンチは黒人は国連の立ち上げにおいて仕事を確保するために今すぐに行動し準備するべきだ。あらゆる種類の仕事があるだろうし黒人はあらゆるレベルの仕事に就こうとするべきだ。どこかの組織が 今すぐこれに取り組むべきだと述べた。国連の文書ラルフ・バンチ、ビジョナリー・フォーピースによると、バンチは国連への25年間の奉仕の間、人種や心情に関係なく、すべての人のための平等な権利の原則を指示した。バンチは、すべての人の本質的な善良さを信じ、人間関係のいかなる問題も解決できないものではないと信じていた。 国際連合信託統治理事会を通じて、バンチはアフリカとアジアの古い植民地制度を解体し、戦後多くの新興国を独立への移行期に導き、急速な変革期に向けた国際部隊を準備した。1947年以降、バンチは中東戦争の解決に尽力した。バンチは国連パレスチナ特別委員会のアシスタントを務め、その後、 国連パレスチナ委員会の主席秘書官を務めた。1948年、国連パレスチナ朝廷官に任命された、スウェーデンのフォルケ・ベルナドッテの主席補佐官として、中東に赴任した。ベルナドッテは、ロドス島に活動拠点を置いた。しかし、ベルナドッテは1948年9月に、エルサレムで、イツハクシャミルが率いる武装シオニストの過激派分子、レヒによって暗殺された。 バンチとイスラエル首相、レヴィ・エシコル・ベルナドッテの暗殺後、バンチが後継の首席調停官となり、ロドストで行われるすべての交渉を指揮した。イスラエルの代表は、モロシテ・ダヤンだった。ダヤンは回顧録の中で、バンチとの交渉の多くは、ビリヤード台にて、ビリヤードの玉を突きながら行われたと記している。バンチは、ダヤンの名前が入ったプレートの制作を、 地元の陶芸家に依頼し合意文書の署名の際にそれをダヤンに送った。ダヤンはバンチからの贈り物の包みを解きながらもし合意に達しなかったらどうしたのかとバンチに尋ねた。バンチはあなたの頭の上でそのプレートを叩き割っていたでしょうと答えた。1949年の休戦協定の成立に尽力したことにより、 バンチは1950年のノーベル平和賞を受賞した。バンチはその後も国連のために働き続け、コンゴ、イエメン、カシミール、キプロスなど世界各地の紛争地域での調停を行った。バンチは1968年に事務次長に任命された。バンチはアメリカの公民権運動を積極的に支援した。 1963年のワシントン大更新や1965年のセルまでの更新に参加した。バンチは1953年にニューヨーク市クイーンズ区の旧ーーデン地区にノーベル賞の賞金で家を購入し、亡くなるまでそこに住んでいた。他の多くの有色人種の人々と同様に、バンチはアメリカ全土で時には自宅近くで人種差別と戦い続けた。 1959年、ラルフ・バンチと息子のラルフ・ジュニアは、クイーンズのフォレスト・ヒルズ地区にある、ウエスト・サイド・テニス・クラブへの入会を拒否された。この問題が、マスコミによって、全国的に報道された後、クラブはバンチに謝罪し、入会の招待を申し出た。バンチの入会を拒否した、クラブ関係者は辞任した。バンチは、それが、人種的平等に基づいておらず、自分を、 特別扱いしただけであるとして、申し出を断った。バンチは、共産主義者やマルクス主義者ではなく、逆に、おソそビエトのマスコミから激しい攻撃を受けていた。1928年から1950年まで、バンチは、ハワード大学政治学部の学部長を務めた。1960年から1965年まで、ハーバード大学監督委員会の委員を務めた。また、 国際教育研究所、オーバリン大学などの理事を務めた。1950年、バンチはアメリカ哲学協会会員に選出された。1743年に設立されて、依頼発の黒人の会員だった。バンチは、1928年にハワード大学で教弁を取っている間に、学生の一人のルース・ハリスと会った。二人は、その後交際するようになり、 1930年6月23日に結婚した。ルースとの間には、ジョーン・ハリス・バンチ、ジェーン・ジョンソン・バンチ、ラルフ・ジェバンチ・ジュニアの3人の子供がいた。孫のラルフ・ジェバンチ3世は代表なき国家民族機構の事務局長を務めている。ラルフ・バンチの墓1971年、バンチは体調不良のために国連事務次長を辞任したが、 当時の事務総長のウタンとは、バンチの早期の復帰を望んでいたため、これを公表しなかった。バンチの体調は改善せず、1971年12月9日に、心臓病、腎臓病、糖尿病の合併症により67歳で死去した。遺体は、ニューヨーク市ブロンクス区のウッドローン墓地に埋葬されている。ありがとうございます。